ヨアヒム・バランでは、フランス生まれで、チェコで活動した、地質学者、古生物学者である、オート・イコール・ロワール県の総具で生まれた、エコール・ポリテクニークで工学を学んだ、ボルドー校爵の家庭教師を務めた、1830年に、ブルボン家が亡命すると、バランでも従いイギリス、その後プラハに亡命した、1831年に、プラハに移住し、 ボヘミアの地層の化石に興味を持った。1839年に出版されたロデリック・マーチソンのシルルキの研究に影響されて、ボヘミア地方の同年代地層の組織的な研究を行った。10年間にわたり、化石を収集し、3500にも上る、ワンソク類、軟体動物、採用虫や魚類の化石の資料を集め、研究した。1852年に、 著書、システムサイラー・アイアン・ジュ・センター・デラ・ボエームの最初の巻を出版し、1881年までに21巻まで発表した。また多くの論文を発表した。1857年、ロンドン地質学会のウォラストンメダルを受賞した。ジョルジュ・キュビエの天変地異説の支持者で、チャールズ・ダーウィンの進化論に反対する立場を取った。化石の発生する地層が、化石を含まない、 別の層に囲まれているとする、これを二説を唱えた。バランドは、植物の学名で命名者を示す場合に、ヨアヒム・バランデを示すのに使われる。ありがとうございます。